のはいわゆる六根六経のことですね。六根六経、十八枚っていうのはこれに六式が入る。これ六根っていうのは今ここに書いてある言に鼻舌身にだ。目、耳、鼻、舌、身、心、これが六根ですね。こう我々のその体に備わっているこの器官ですね。それに対して六根六経、経はその色足、色重足、色小高身足法ですね。色、声、香り、味、それから触れることね、それからあらゆる存在世界、それから十八枚っていう時の、あれは原に美で真に色と同じ。これは原色、二色、美色、絶色、真色、意色と、これあらゆる我々の器官から、器官がですね、我々の体に備わっている器官が外外界物に触れて、そしてこう事実を受け取ったものをね、これがそういう心にこう移ったもの、これが六経、六式ですね。これもね、結局六根六経六式って、これも結局はね、今言う渦だ。目って言ってもの、ただ一時こう集まってこう我々の目ができてんだ。それからそのあらゆる見る世界もそうだし、だから思うってこともそうだし、これみんな渦だっていうのね。それでそういうのを般若波羅蜜十二枚、これ十二入なり、また十八枚の般若ありで、これは本当にね、みんなただしてるんだ。目は目でもってただしている。外にあるあの経は経でただしている。それから我々に移ってくる色もただしている。これは本当にね、早い話が我々の目が物を見るね、そして 見えるとこういうのをね、目と物と見る、目がここにある、から物がここにある、そしてこう見て、そしてここにあの見るってこういうのがあるんだけれど、これどうして見るって言って一体どういうことかなって、今本気になって考えてもさ、わけわかんない。その目っていうのは、これまあ医学っていうか生理学っていうか、それ脳細胞と何あのこう目の関係とかなんとか、まあいろいろ今言う説明するけれど、それでもね、いくら説明してみてもわからない。目は目だ、だから物は物、決してあの外のね、外界のものは物、それでいて見るっていう、またこの思いが できてくるっていう、これは本当は根本はね、みんな生命だ、生命がそこに働けばこそなんですね。今科学者っていうのは何でも科学的に説明できるもんだと思ってるけど、私は大違いだと思うね。その説明して、説明したのをね、例えばこれは首だ、これは胴だ、これは手だ、これは足だって、それでこうみんな持ってきてこうつなぎ合わせて、それじゃあこれ人間かって、人間じゃあれしない、死体をこう集めてきただけでしょ。ここにね、これが動き出すっていうのは、ここに一つのパッとこう
神様じゃないけれど、あの一つの生命吹き込んで初めて動き出すんだね。あら、見るっていうたった一つのことだって生命吹き込まれて初めて見る。死んだ人の目ここへ置いてさ、そして物を置いて、そして見えるかって、見えないんだ。これ生命が見える、これもう生命だけなんだ。だからそういう生命という地盤のことをね、今般若波羅蜜で、また余舞の般若あり苦集滅道なり。これ苦集滅のお釈迦さんの一番根本説法の、まあ、形式として苦集滅道、あらゆるものは苦しみ、そしてその苦しみのもとになるのはそういうこういろんなものを集めてきて、その集まってきていろんなこう欲を起こすから、これが終ですね。でそれは滅っていうのは全てが病んだ世界で、道っていうのは全ての病んだ病む道だ。ほらこれおかしいでしょ。その苦集滅道ないって言ったら、苦集滅道がみんな余舞とも般若だっていうのはおかしいじゃない。本当は苦集滅道の中で苦しみとその苦体と実体はちょっと般若のうち入りそうもないような気しない。滅道はまあ般若のうち入れてもいいとしてですね、これところがそうじゃない。今余舞の般若、苦しみは苦しみながら般若払うと、十ってあらゆるものでのぼせてくる、これはこれでもって般若波羅蜜だ。でこれだからね、苦しみっていうのは必能の義だ、迫ってきてで悩むっていうのは不安状態ね、切迫してきて、そして悩むっていう不安な状態を苦悩って言うんだけど、苦悩は苦悩だけのただ質のであるだけなんだ。これが般若波羅蜜。ただ苦しみは苦しみだけ。これ立派な般若波羅蜜ですね。これそういうとこあるね。苦しみ、これ病苦っていうのが、痛苦っていうのがあるでしょ。痛苦だけはどうもいくら仏道修行しても。痛苦だけは下脱できないんじゃないかと私は思ってたね。こう精神的な苦しみだったらそれはこう下脱できるかもしれない。でも痛苦ってやつは本当に、ね、肉体が痛いんだからね、そうしたら下脱できないんじゃないかと。ところが私ね、いっぺんこんなことを経験したよ。白髪に行っててね、昭和25、6年の頃だ。白髪に行っててね、足の親指ちょっと夕方ね、もう疲れてきて、このそれからその頃はね、高峰の坂、随分長い坂だ。あれをね、バスもないんだから、バスもあってもバス代惜しいからね。そのバス代で稼ぐためには大変なんだから、その頃何しろ昭和25、6年、4、5年の頃は京都の町の人たち、戦後あれですね、京都の町の人たちが宅発したいような思いな時代だもん。それをお金出そうって言うんだから、なかなかそのお金をもらいに行くって言うんだから、なかなか大変だった。それであの頃バス代が12、3円だった。ところが12、3円もらうっていうためにはとても大変だった時代だからね。何しろまだ5000冊、10000冊のある時代だもん。5000冊、10000冊を集めての12、3円にしようったら大変だもんね。だからなるべく乗らないように、それで高見の坂、とぼとぼと夕暮れ、11月だったけどね、歩いて登ってきた。その時に道になんかね、ガラスかなんかあったんでしょ。
でちょっとけつまずいただけで足の親指の先ちょっと怪我した。それでそれからまあ家帰ってよきれいに洗って、うん、の置いたんだけれど、それでまた翌日も宅発に出てるからね。それである時あの雨が降った。その時にバイ菌が侵入しちゃったんですよ。そして傷口はもう治っちゃったんだけれど、その中に侵入したバイ菌のために今度はズキズキ痛み始めてですね、この最後はキリキリ前の痛さになった。それでこれが何の病気だかわからないね、脱走かもしれない、あるいは単独かもしれない、表層かもしれない。まあ表層ならば、まあ、命は助かるとしても、脱走とか単独とかって言ったら、脱走だったら足切り落とさなきゃならないだろうし、単独だったら命をなくなるんだしって、まあそういう不安もある。でもその頃お医者に見てもらうなんてとてもじゃないできやしない。お医者に見てもらったらこれの何十年宅発しなきゃ医者代払えないって、そういうような気分だからね。これもしょうがない、死ぬなら死ぬのがしょうがない。そして寝てた。ところが11月なのにね、この着物を着てるともう熱がこもって痛くていられないんですね。それでもう右足だけは右半身全部こう着物を取ってね、外11月のその冷たい空気に当てて、それから寝てると足の先から頭の先までズキーンとくるもんで、こう布団を積んでですね、そこにこう4日かかって3日未満いたね。これ3日未満ね、もうそれこそ寝られやしない。もう最後に3日目にはもうくたびれちゃって、こう布団から外れて寝てうとうとっとしたら、今度はズキーンとまた頭来て、それでびっくりして目が覚めて、またこう4日かかってたんですがね。そういう思いしてた時に、つくづくそう思ったのは、これでね、親がいたり女房がいたりしたらどうしてこの痛さに耐えきれるだろうって言ったいう詩作ったことあるけど、本当にね、まあ親もいない女房もいない、全く頼るところ誰一人いない、ただもう死ぬなら死んじまえって、ただいるっちゅうこと。この時にね、なんかね、ツークっていうのもスポーンとこうね、そこが抜けてる感じがしたね。でそういうことは確かに、だからって今度もうツークは大丈夫、この次も大丈夫って思ってたら大違い。これ諸行無常なんだから、諸行無常でもってこの次がまたそれと同じようなあの手でいきゃいいと思ったら大違い。ただ本当にその時痛いは痛い切りって言うと、俺スポンと抜けるとこある。だから苦しみは苦しみのまんま、ただこれこれってね、これも般若波羅蜜っていうところは確かにあると思う。それから滅っていうのは少女って、これを集めてくるんだ。集めてくるというと、いろんなものがこう事実ムラムラ、いろんな思いがあるもの。思いがあるって言うと、これもただ思い、ただ思い、ただこれこれって、それでいいじゃん。それで動き出すから問題なんだ。いわゆるね、何も思わなくなるってことはないんだ。どうせ我々温度と湿気の加減でね、そこへ栄養が効いたりなんかするといろんなことが起こってくるよ。これあんまり栄養が効くってことは、私カトリックの内部でもって神父さんの生活、まあ、見てたけど、ちょっと神父さんは栄養取りすぎだなと思ってあれじゃちょっと苦しいだろうと。肉もこんな我々が食べるようなこんなね、ちっちゃな肉じゃないんだ、こんな大きな肉ね、3
たっぷり食うからね。そして毎日だろ。でただ精進日っていうのは金曜日かなだけが、その肉なしでって言っての魚 のフライかなんか食うんだあれじゃちょっと栄養が効きすぎて、そうするといろんなことが起こってくるじゃない。それでこれ神父さんの場合、これをなんとかマリア様お助けくださいってねそのマリアさんの前行ってお祈りしてるけどね、これどうせね温度と湿気の加減なんでいろんなことが起こる。でそれただこれこれっていう時は、あらゆるものがこれ般若荒蜜だ、滅どう、これも滅は弱滅だ、ただ弱滅。それから道っていうのは通入の儀っていうか、こう通じて入るっていうね、これもただこれこれだ。だからねこれ今四つともね、余前の般若っていうのは これ意味深いと思うんだね。ただ滅道だけが般若じゃない、空主九体も四十体も般若払う。それからまた六枚の般若なりあり、苦世常界安忍精進浄瑠般若なり。これはまあ、あの菩薩の修行のあれですが、伏せっていうの、これもね、伏せっていうのもただ伏せすればこそ伏せなんだ本当にね。ところがあの坊さんにこれだけのお伏せしてるのに、あんな簡単なお経読んでけしからんってそれじゃあ伏せにならない。これただこれこれってね、ただ坊さんにあげるっていうなら、これ伏せです。いや坊さんだけじゃない、その必要なところにその自分の私の持ってるものを投げ出すっていうのはこれ伏せだ。あの前にも言ったけれど、伏せとは宝物を宝物とするって、これあの沢木老師が言われたけど、全て自分のものっていうね、私有物はないんですよ。全てどれでもこれでも宝物なんだ。その宝物が宝物なんだから、私が一応ここのところこう持ってるような形だったけれど、あなたが必要だっていうならこれ出すという、これが宝物だね。宝物が宝物になる、これが伏せだ。だから無条件無報酬無所得にただ出すと、これが伏せだ。から次回っていうのもただ戒律を守るっていうんで初めて次回ね、俺ははばかりながらね戒律保ってるぞ独身なんだなんだあいつは女房持ってってそういうのはね、症状の次回は大乗の破壊っていうそういうの、はばかりながら俺は戒律を保ってらそうするとあの、次回にならない、ただこれこれって言うんで。それから安忍、これも辛抱するっていうんだことだけど、この辛抱する、俺はこれだけ辛抱してるのにまだ分かっちゃくれない、もう辛抱しきれない、バーンって爆発するこれじゃやっぱり安忍にならない。その安忍というのは安らかなんだからね。それから精進というのももちろんそうだ、私は一生精進、一生懸命精進してますって、これ危険なんだね。ああくたびれたってそのもう精進やめたっていう、これ精進っていうのもどこまでも無報酬無条件無所得にただするっていうの、これが精進。浄瑠ってこれ座禅のこと、それから般若ってこれみんなそうだ、みんなただするっていうんで初めてその般若波羅蜜だ。結局ね、般若波羅蜜っていうのはただしてる、ただするっていうの、これが般若波羅蜜の一番大切なところだ。その点ね、この
あれですね、この般若心経っていうの、日本人の中には般若心経だけは、まあ、仏教と関係のないような人までちょっと色即是空、空即是色ぐらいのことを知ってんだからね、随分この般若心経なんかは日本人に入り込んでんだと思う。ところがこれがね、日本にキリスト教の入ってこないゆえんでもあると思うね。いや、キリスト教多少は入ってるけどちっとも増えないゆえんね。キリスト教っていうのはとにかく、400、500年前から南蛮船の時代から日本へキリシタンパテレンの方っていうので入ってきてるわけだけど、でもちっとも広まんない。俺が南洋とかアフリカだと、もうフィリピンでもそうだろうけど、みんなこうあれでしょ、キリスト教国になってるじゃん。ここは日本はキリスト教国にならない。これどういうわけか、ローマ法王朝で研究したもん、ね、そしたらどうしてもこれに仏教っていう宗教があるから、でもうちょっと我々仏教を研究しなきゃならないっていうのふうに、まあ、ローマ法王の命令で発令されたのが昭和32、33年頃じゃないんですか。というのがね、どうしてかっていうと、この日本人の中には仏教が入ってるっていうけど、この仏教の根本はね、この般若波羅蜜で、この般若波羅蜜っていうのは不可得無所得っていう、これが何だ、不可得無所得っていう、ただこれこれっていう、これじゃなきゃね本物じゃないっていう観念が日本人の中にこうどことなしに染み込んでんだと思う。日本はそのお世辞にも仏教国とは言えないですよね、今ご覧の通り。それでもこう染み込んでるっていうのはあるね。でなんかこう、まあ、キリスト教の場合だったら神様が贖罪っていうね、罪をあがなうって、こういう神様が罪をあがなうっていう、これやりとりでしょ。それから神様と人間との契約っていうね、この契約とかあがなうとかっていう、これに対してね日本人にはちょっとこう入りきれないとこが出てくる。それが不思議でない人は今新興宗教みんな流れてるもんね。新興宗教これだけのお賽銭あげたらこれだけのご利益ってそういう無所得なやつのその方がはっきりしてるからね、これだけ寄付するからこれだけのご利益くださいって言ってやり取り貸し借り、これやるのを不思議に思わない人は新興宗教のはっきりしてるから、な契約とかあがなうとかっていうよりは、でみんな今新興宗教そういう層は流れてる。でそういう方に流れていない人たちっていうのはちょっと頭がもう複雑なんだね。そしてまあ、ここにいる人みんなそんなあれなんです。ちょっと頭が複雑にできてるから神様とやりとり貸し借りはちょっとおかしいぞって考える人だ。これっていうのはこの、般若心経に出てくる色即是空、空即是色ってね、色是色、空即空って、こういうのがなんとなしに染み込んでんだと。でそれなんです。でまた一枚の般若波羅蜜二言現状せず他のくたら三脈三菩提大。で悟りっていうのが、あのくたら三脈三菩提っていうのもいわば本当の極上の悟りだ。その辺の俺悟ったっていうようなその辺のお粗末な悟りでなくて、仏さんとして一番大切な悟りだね。この悟りっていうのはね、これ全く無所得じゃないんだ、ただしているっていうような悟り。これそれっていうのは金剛般若波羅蜜
金剛般若経っていうのがありますが、金剛般若波羅蜜多経っていう金剛経を見てもらう。このお釈迦さんがね、念頭仏の身元において実に法としてあのくたら三百三菩提を得ることなきがゆえに念頭仏からその受給を得たと書いてあるね。実無う法徳あのくたら三百三菩提、実にですね、法としてあのぐたら三百三菩提を得ることなしと、このおかしいじゃないこれ。本当の悟りっていうのはね、本当は得ることないものが本当の悟りだ。このお釈迦さんはね、お釈迦さんの悟りは、これ俺悟ったって言って名刺に書き込んで、そのほぼ俺悟ったってこう、そういうようなものは本当に本当の悟りじゃないこと、これを金剛般若経にちゃんと書いてある。だからこれもまた一枚の般若波羅蜜二根現状せずあのくたら三百三菩提なり、これ無所得不可得、これが本当のこの悟りなんですね。また般若波羅蜜三枚あり過去現在未来なり、また般若六枚あり止水花風空識なり、また四枚の般若世の常に行わる行住さがない、これみんな過去現在未来というのも正しい、ただそれから治水花風空識、この六大も正しい、だから世の常の行住さがも正しい、こういうことです。それからその次釈迦牟尼如来の絵中に一人の微子あり、微子っていうのはね、ビクっていうこと、ビクって凡山のことね、密かにこの念をなす、一人の凡山がね密かに思った、我まさに人人般若波羅蜜多を将来すべし、これいや般若波羅蜜っていうのを本当に将来しようっていうのをね、将来する、この中に諸法の消滅なしといえども、しかも海運上運絵運下脱運知見運の施設家督あり、いや本当は般若波羅蜜っていうのをね、この中にと、般若波羅蜜の中にと、諸法の消滅なしといえどもって、これ本当は消滅はあるはずはないんだ、人一切生命なんだからね、出入りない、風消風滅風空風上風増風減なんだ、出入りは全くない、人一切生命だからねそれだけれども出入りがないんだけど般若波羅蜜を将来しようってこういうんだ。だから今さっき言ったように道元禅師の言いたいのはここなんだね。ただその、あれだ、色即色、色で色、空即空、ただこれこれと、これだけが道元禅師がこの般若摩訶般若波羅蜜の巻で言いたいところだ。
ってしかも海運上運絵運下脱運地検運の施設かとか言うと本当はね般若波羅蜜っていうのは何もその出会いがないんだけれど、それでも海上へ下脱地検っていうね、これを五分発進っていう。海上へ下脱地検のことをね、五分発進ということで、これはどういうのかというと、この症状の方で言えば、あの荒川さんね、それから大乗で言えば仏さんだ、とにかくこういうのを無学、もう学ぶところがなくなった、本当のもう行き着くところ行き着いた人のことね、そういう仏さんや荒川にはこの5つのね、あの星あの苦毒5種の苦毒を備えているっていうんですね。つまり海運、この要するに戒律をよく保ってる、それから情禅情もよく備わっている、から知恵もよく備わっている、から下脱も している、からあらゆる知見も備わっている、こういう五分法身、そういう施設家督ある、施設っていうのはね、安流根流法器という意味ですかね。まあこういうような施設のとは安流根流法器の木だ。つまりまあ今時の言葉で言えば、あの哲学、今時の哲学の言葉で言えばテーゼとでも言うのかな、その定律素定っていう、要するに本当はもうあの一切出入りがないんなら何もないはずだ。ところが一応の施設家督っていうのはこういう渦があるんだ、事実。あの今言う海上へ下脱地検という渦がないわけじゃないんだっていうことね。それだからあの狂来ってこともある。ただこれただ狂来するってことはないわけじゃない。本当に何にもないなら何にもないんだけど、そのないわけじゃないっていうんでね、これはただこれこれ狂来だ。それからまた夜か一来か不言かあらかんかの施設家督がある。これはねあの少女仏教でもってこう修行していくとだんだんねあの悟り開いていく段階があるんだね。それで夜化っていうのは手段音化とも言う、だから一来化っていうのは手段音化、不言化が穴子音化、からあらかんか無学化。まあインド人っていうのはね、いまだにそうなんだね。いくそれにはいくつあるって言い出す。例えばくしゃみにいくつあるって、くしゃみの仕方にね、くしゃみの仕方にいくつある、そういうふうにすぐ数数える癖があるね。でそういう癖でこれを「発数」っていうね、法の中にいろんな数を数える「発数」。このだからお経を読んでる場合ね、インド人の癖でお経が書いてあるんだからね。だからそこからねインド人の癖をこう殺筆と仏法が残ってくるんだ。でそうでないとインド人の書いたお経っていうのはもう本気になって読んだとしたら一生あっても足りないと思う。これ膨大なんだ。で同じ繰り返しにして、そして、複雑なことがたくさん書いた。で
そういうのはとても付き合いきれない。で、私はいつでもそのお経を読んでる場合、インド人の癖はマイナスするんだね。そうすると仏法が残ってくるんでね、そういう読み方してるけれど、この歩数もそう。こんなのいちいち本気になって相手してると、俺それこそ今の仏教学者の言う仏教教義、仏教学者ってのは何が書いてあるのか自分でもわからないのに一生懸命なんだかんだって言ったよね。あれ中身なしだ。で、こういうのも大体これさ、座禅に段階つけるっていうのがおかしな話だからね。これはまた独覚菩提の施設家徳愛、これ独覚っていうのは白紙仏って呼んでね、これ本当はお釈迦さんの弟子じゃない、無仏の時代ね、お釈迦さんがまだ出現していない時に、しかしこの自然のね、この葉が落ちるのを見、花が咲くのを見て、ヒケ落葉を見てたね。ヒケ落葉っていうのは花が飛ぶ、それから葉が落ちるって、そういう変化を見て、そして生命の実物を悟った人っていう、これがね、あのお釈迦さんの弟子じゃなくてもそういう人がいても不思議じゃないわけだ、事実ね。これお釈迦さん、仏法っていうのはお釈迦さんが考え出したもんじゃない。大自然のこのあれを、生命の実物をじっと見たらみんな仏法になるんだね。そういうのを白紙仏だ。そういう白紙仏の施設家徳愛で、まあ前の夜か一来か不言かあらかんかっていうの、それを四かっていう、この独覚を加えて五かっていうね。でまた無常正等菩提の施設家徳愛、これは、まあ、今言ったアノプタラ三百三菩提のことだから、また仏法僧帽の、仏法僧という三宝のですね、施設家徳愛、また天明宝利土宇宙類の施設家徳愛、この仏法を転じて、そして宇宙類を度する、そういうこともある。礼拝なしって言いながら、そういうその施設家徳があるないわけじゃない。だからそういう仏法人人般若波羅蜜多を私は教来すると、ただすると、こういうことね。それで仏その念を白示して、のたま、ビッシュに告げてのたま、このただ人人般若波羅蜜多を教来する、ってこういう密かに思ったんだけど、それお釈迦さんがよく知ってですね、如是如是人人般若波羅蜜多、微妙にして計りがたし、いや確かに今人人般若波羅蜜多っていうのはその微妙であって、これあの沢木老師は有水って言ったね、この有水の世界なんだ、仏法っていうのは本当に有水な世界、こんなその、これだけのことをしたらこれだけのお釣りが来るって、そういうような世界じゃないんだから。でこれ全くただする、ただする中にまた無限の深さが、決してこれだけ悟ったからこれだけ段階があるんじゃない、無階級、無階級のところに無限の深さがある。これがね、要するにだから、その辺でこう修行して悟ったっていうような、そんなあざとい世界じゃないんだ。本当にただやって言いながら、しかも無限の深さがあるという、そういう生命の世界ね。
で、ニコンの一ビスの切磋でね、諸法を狂来するところに水無消滅の般若、これ狂来ない。いや、今その一人の凡さんがですね、密かに思った。諸法を狂来する、この出会うところ我が生命なんだから、どうせだから出会うところを本当に敬い礼拝する、そういうような根本態度ですね。そのところに水無消滅の般若、これ狂来なり。この狂来っていうのとね、敬い礼拝するっていうのはどういうことか、我々その価値の置き方ですよ。これ価値観の問題だ。我々いつでも価値があると思ってるのは、その今普通の人が一番ありがたいの、この金じゃないんですか。つまり生活を豊かにするっていうね、それだけがありがたいんだから、そういうつまらないところに価値を置いてる。ところが今そうじゃない。我々のね、根本的な価値の置き方は、その人一切生命、人一切生命を絶対価値とする。そして人一切生命を礼拝する、とそういう気分だ。いや、本当に消滅は、人一切生命っていうんだから出入りない、消滅はないんだ、水も消滅なんだ。しかし人一切生命を礼拝する、こういうことね。こういう 無条件無報酬無所得の礼拝の仕方っていうの、これが深いじゃないですか。仏法の世界ってそういう深さの世界なんだ。いや、だから私今年の正月だったかな、去年の正月だったかな、あれしないけど、年賀状にあれした、生じする自己の命は全てのすべて、頭手放し、さまざまに現れる命をただ生きるっていうね、これなかなかいい詩なんだよね。要するにね、我々生じするこの生命ね、これだけがね、全ての全てなの。みんなが考えてるのは生きるっていうことね、生存だけのこと考えてて、だから生存だけのための中で一番ありがたいものって言ったら金ぐらいね。ちゃんとそうじゃない、生じするっていう生命を考えるとね、生命ってのはね、どうせ生まれて生きて死ぬんだよ。この生命そのものを考えてくると、金なんていうのはもう価値でないってことをよくわかるでしょ。金いくら持ってても、それからまた、権力とか地位とかっていくら持ってても死ぬ時は置いていかないから。その幸福っていうんでもね、豊かな生活っていうんでも死ぬ時は全て置いていくんだから、そういうものは幸福だと思ってたら、死ぬときは不幸のどん底で死ななきゃなんだ。これ話は分かりんだもん。で、そうじゃない、本当は生じする自己の命が全てのすべて。我々世界を持って生まれてきて、俺の世界を持って生まれてきて、俺の世界を持って死んでいくっていう、そういう人一切生命の世界ですね。
これが全ての全てだ。それで頭でね、こう掴まない、頭手放して、それでもう様々に目の前にいろんなものが現れるんだ。これが今言う処方だ。様々に現る命をただ生きる。この処方を狂来するところに水無消滅の般若、これ狂来ない。だからこれはこのこれ狂来ないっていうのは、これはもう絶対に価値のをそこに置けばこそね、狂来なんだ。だから我々本当はこうして生きてるのは、あらゆるものを礼拝しなきゃ。あらゆるものは私の生命の分身なんだからね。俺、私の生命の分身ならざるものはないもん。私に映ってる世界なんだ。そういうつもりで、私に出会ったものは何者も私の命だと思って。だから私が、いつも言うけど、出会うところ我が生命だ。この小唐狂来寺、ちなみに施設家督の般若現状説。これ施設家督っていうとね、こうあらゆるこう今言う一応の抽象的にこうまとめたもんだもんね。しかしその抽象的にまとめたものじゃあるけれど、しかしこれもないわけじゃないんだから、あらゆる事実ここに目の前にあるっていうのね、抽象してこう目の前にあるんだけど、それも本当に私の生命ならざるはない。それでどの施設家督も般若波羅蜜現状なんだ。いわゆる海上へないし道場類等ない、これを無というの。これは無所得不可得だから無だ。無の施設格のごとく家督なり、すべての行っていうのはね、すべて無所得不可得のところに、無所得っていうね、可得はないわけじゃない。でこれ人人未明難識の般若波羅蜜なり、この今言うこの人人未明有水な仏法の話なんでね、まあ、今日ここまで。Good.